Hello, white pigs, Caucasian, and lovely yellow monkeys. Today, I'm gonna show you how it works, the Japanese box trapeze. はい、というわけで今回は、日本の箱わなをね、世界の皆さんに紹介してみようかなという実験動画です。日本の皆さんは当然知っていると思うので、ツッコミはなしでお願いします。Here we go, my friend.で、おそらく僕が思うに国内では標準的なこのタイプの箱罠です。両側とも開くタイプですね。両方のトラップでもできるし、片方でもトラップできるというやつです。まあややこしいので、とりあえず2つ両方扉が閉まる仕掛けがどうなってるのかを見ていきたいと思います。まずトリガー部分の説明をします。両扉はですね、この両側の糸でテンションがかかって、閉まらない状態になっています。詳細は後ほど移しますね。両側からこのようにテンションがかかってます、この糸にはね。で、ここのこのバー、この子は可動でこのように外れます。わかりますかね。この状態でこの子はこっちに回ろうとするけど、このバーが邪魔で回りきらない。だけどこのバーがいなくなればパンと外れて、この子が回るようになると。で、回るようになるとどうなるかというと、ここでガーッとテンションかかってたのが、このバーが外れるとこの糸が両側にスパンとリリースされるわけですね。で、どんな時にこのバーがリリースされるのかというと、これ今ロックされてる状態ですね。こうたどっていくと、ここに針金の糸があります。これがこう下までつながって罠の中に、見えるかな、ピンと張られています。なので、まず罠にかかってみますね。まあ見えにくいかもしれませんが、ここにトリガーの糸があります。これを引くと先ほどのバーが動いて、両側にかかってるテンションの糸が弾けて、両方の扉が閉まります。で、まあこの辺に餌を置いとくわけですよね。そうするとこの餌を食べてるうちに糸をこういろいろ動かし続けてるとテンションがかかり、上のバーが動くということです。はい、分かりやすくトリガー部分だけ見ていこうと思います。こっちのこの糸、テンションかかってます。なぜかというと、この糸が、この扉が落下するのを支えてるわけですね。こう、扉は下方向に行こうとしてるんですけど、ここは針金ですね。針金とこの糸で落ちるのを踏ん張ってるんです。すごいテンションかかってます。で、逆側も同じように、こっからこの糸を伝って、すげえテンションかかって、この扉が落ちるのを支えてると。で、このなんていうかわかんないけど、この回るやつは回ろうとするんですよね。こっちはこっちに引っ張られて、この糸はこっちに引っ張るので、この子は時計回りにこう回ろうとしてるんですけど、このバーがあるせいで回れない。じゃあこのバーはなんでここに固定されているのかというと、この糸ですね、さっきの餌の箱の中にある糸に直結していると。だからこの中でごちゃごちゃしてると、この糸のテンションが徐々にかかり、引っ張られ、こいつがバコーンと外れるわけですね。ちょっとスローモーションで撮ってみます。
はい、で次がさっきは両方閉まりましたけども、片方の扉だけ使う場合、僕はほとんど片方だけしか使ってないので片方の方法も紹介します。はい、片方の時はそのまんまです。片方しか貼りません。もう片方はというと閉じています。ね、最初から閉じているので罠を仕掛ける必要がないと。で、同じようにテンションが張られてて、こいつは何を支えているのかというと、この扉が落ちるのを支えている。この扉はね、結構重いので下に重みで落ちようとしてるんですね。落ちようとしているのをこの針金とこの糸で止めている。じゃあ実際起動させてみましょう。こうイノシシが入っていって、こう餌をね、ついばんでて、針金が動いて動いて動き切った時に閉まるわけです。で、ここでなんで片方開きにしているかというところですが、片方と両方ではメリットとデメリットがあってですね、まず最初に片方開きの方のメリットですね。これは2個ぐらいあるんですが、1つはこのトリガーの糸ですよね。この子をもっと奥にやることができるんです。この辺とかね。つまり獣がより奥に入ることができるので、扉が閉まった時に反射で出ていけなくなるんですね。もう動物の反射速度すごいですからね。で、まあもう一つのメリットは、まあメンテの手間が楽なんですね。一回一回両方とも上げて両方とも仕掛けをしてっていうのがめんどくさいので、僕は1個だけしかつけません。で、両方開きのメリットはですね、まあ当然両方の扉が開いてるので獣からしたら通りやすいですよね。向こう側が見えてるので。だけど、まあ明確なデメリットがあって、まあさっきの罠のこの糸の位置に関わってくるんですが、両開きの場合は真ん中にしかこのケリートを仕掛けられないんです。ということは、どっちから入ったにせよこの間分しか獣は体を突っ込まないんですね。あるいはこっちか。だから要するに、まあ四つ足で来て、あいつらね結構臆病で、後ろ足だけこうやって檻の外に出しながら食べたりもするので、このまんまこのトリガーを引いちゃうとお尻にガンと挟まって逃げられちゃうんですよね。まあ両開きの場合だとそういう可能性が出てきます。あと、まあ単純にメンテがめんどくさい。2個両方とも貼るってね、地味にめんどくさいので僕は片方しかやってません。はい、というわけで今回は箱罠の説明でした。それではまた。どうもご視聴ありがとうございます。狩猟を中心とした山ライフの映像をこれからも上げていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。